担当します、リオです。よろしくお願いします。じゃあまずですね、しっかりとファンデーション塗り込んでいきたいので、手袋から失礼します。緊張してますか？そうですよね、頑張りましょうね。はい、じゃあ、まずは髪の毛失礼します。で、こちらも失礼します。今日はパリコレの舞台なので照明が強いですし、服が映えないのでかなりしっかりめにメイクしていきましょうね。すごい白くて顔色が悪いですね。一種類のファンデーションだったらちょっと物足りなさがあると思うので、これとこういう色混ぜて、あとそうだな、白混ぜますね。ちょっとこれ混ぜます。この濃いお色は少しずつ混ぜていきますよ。黄色も少し混ぜます。大丈夫ですね、塗っていきますよ。はい、失礼します。いいお色ですね。これをしっかり塗ったら照明に負けないお肌になりますよ。しっかり塗って顔色よくしていきましょうね。次、少し小顔に見せるために濃いファンデーションを塗っていきます。このあたりちょっと薄くなんですけど塗っていきますね。はい、じゃあ次はファンデーションです。ちょっと敏感肌なので敏感肌用のスポンジに変えさせていただいて、Tゾーンの部分だけ軽く塗っていきますね。次、アイシャドウですね。こちらリキッドタイプのアイシャドウから塗ります。こんなお色味、失礼します。失礼します。この上にラメ重ねますね。
少し上の方まで塗ってあげます。こんな感じです。その上からここのラメを塗っていきます。次はここの濃いところで二重まぶたのところ描いていきます。そうしたら次はアイライナーですね。目開けててください。失礼します。少し跳ねさせますね。次、眉毛ちょっと前剃りしちゃってるじゃないですか。なのでこちらも型を使っちゃいますね。後から毛を一本一本足していきます。どうしようかな。あんまりね、強い感じにはしたくなくて、ここかな。お色はこれもリキッドタイプ使います。髪に合ってますね。失礼します。はい、じゃあこちらも失礼します。から手で描き足していきます。眉毛一本一本描いていきます。つけまつげ失礼します。OK です。
ね。次も、次がシェーディングです。ああ、少しだけ鼻の横と、眉毛の上足しておきます。次が唇ですね。失礼します。ちょっと足してからなじませます。下唇薄いのを気にされてたので、少し分厚めに塗っておきますね。下まで、ね、やってあげると全体的に唇がバランスよく見えます。じゃあチークですね。チークはこちらを少しだけ塗ります。これでですね、プシュッとやって伸ばしてあげる商品なんですね。失敗したらこちらで少し削るね。OK です。
いで出来上がりです。楽しんできてくださいね。